はい、今日はですね、東京中央区の京橋です。京橋の京橋江戸蔵、この建物ですね。下りがメイリアです。そしてここはあの都市鎧塚さんのカフェがありますね。そしてこの奥に入っていくと地下にコレクションがありますので、それをご紹介します。どうですか、なかなかいい感じでしょうか。みんな僕はあのグリルテルですね、あの北原テリスタのテルを取ってグリルテル。ここはあの、まあ、あのどのですね、まあ、肉料理はもう抜群に美味しいですからね、ぜひ。金宝堂、メガネの金宝堂です。僕もよくこれメガネを作ってます。さあ、ここはあのホスタルコ。ここはあのとてもおしゃれで、僕の姉の娘の旦那がマイクと言って、そのマイクとユリとやってるお店です。さあ、あのコレクションは地下にあるんだけど、まあ、地下から1階に大階段があって、ここにみんな座ってもらって、ここでライブをやったり、いろんなイベントをします。これですね、まあ、7月、8月、9月の予定なんですけど、ベルボトムス、これはあのサントリー坂本さん、ショーの真由さん、サーカスの加納隆さん、そしてマリンウィズ、慎太郎、伊藤。あのしんちゃんですよね。でこの時は笛吹かなさんも参加してくれました。そして9月26日は海野正雄さんとマックスラックス、まあ、僕とトークをして、まあ、こういうラインナップですね。これはあの YouTube で見れますんで、ぜひ皆さん見てください。そこはあの銀座線の京橋の出口です。まあ、向こうから歩いてくるとそこにケースがずっと展示してあります。これはまた明日、明後日と紹介しますので、その前にまずこのエレベーターホールですね。ここはですね、今月の26日、9月の26日までドッグス&キャッツというそういう犬と猫のおもちゃだとか、まあ、あのアート作品だとか、まあ、僕が集めたコレクションですね。時計だとかね、北原コレクション、これは大体3ヶ月4ヶ月に1回中を入れ替えます。今日はここをご紹介しましょう。はい、まずですね、ここにあるのはブラック&ホワイトというウイスキーですね、の店頭用のディスプレイ。この缶に入っている、これはモーションディスプレイですね。この蓋が閉まって、蓋から開いてきて、あの2匹の犬がワンワンワンとかね、顔を動かしたりしてまた閉まっていくと。これがボンゾーというキャラクターです。ボンゾーのこれ、ここにあるのはもうみんな戦前のもので、これちょっと寄ってくれますか。打ち手し山むって書いてありますよね。戦中ですよ。戦中に、まあ、こういうものが作られているってすごいことですよね。そしてスヌーピー、スヌーピーのコレクションだとか、フェリックスですね。フェリックス、やっぱり年代によって顔の表情だとか、まあ、素材ですね、アンチモニーというか金属で作られたものだとか、そして木で作られたもの、切れで作られたもの、
セルロイドで作られたもの、いろんな素材があります。さあ、日本も負けてないですよ。ノラクロです。田川水宝さんのノラクロですね。ノラクロのあの懐中電灯ありますね。懐中電灯、懐中電灯というか卓上ライトですね。あれは手に入れるのものすごい大変でした。今でもよく覚えています。さあ、ここからはですね、あのディズニー映画のワンワン物語、トランプとレディ、フランスのポスターですね、これは。それからもう有名なグーフィーだとかプルートだとかね。ジョン・ラスター監督、あのトイ・ストーリーですね。そこに登場したスリンキードッグってここにあるんですけど、それのモデルがこれです。横浜山手の博物館にも飾ってあるんですけど、これは1950年代に作られたものなんですけど、こうバネでビヨーンと伸びるんです。まあ、ジョン・ラスターはこれがこう頭にあってスリンキードッグを作ったと。どうですか。それでジョン・ラスターがこのスリンキードッグをすごい探しているというのを僕は聞いたんでプレゼントしたんです、横浜でね。そしたらもうすっごく喜んで、もう大感激してきました。これもずっとアメリカで探していたんだけど、もうやっと手に入れたっつってね、あのすごい喜んでくれた時の写真です。それからあとは時計、これも戦前の時計ですね。デザインがアールデコで、まあワンちゃんがいますね。これが珍しいんですよ。これこれはね、レオという作家が作ったもので、もうメーターだとか、それからあとなんだプレート、木片、それから時計だとか、まあいろんなものをこう寄せ集めてこういうオブジェにしているんですけど、これ結構ね人気があって、まあ見方によっては面白いですね。そして元町リカちゃんですね。元町リカちゃんは北村のバッグに福蔵の服を着て三浜の靴を履いている、まあ浜虎ですね。そしてポンパドールのパンを持ってスタージュエリーのピアスをしている。さらに元町はですね、あのとても犬に優しい、だからの北村だとかスタージュエリーのところにはですね、ドッグバーっていって水飲み場があるんですよね。いつでもこう新鮮な水が飲める。そしてだから元町を散歩しているワンちゃんを連れたリカちゃんということで作りました。あとブライスだとかスキッパーだとかね、あとヘネシーのウイスキーの、まあ、販売促進用のノベルティですね。あとマルサンというメーカーの忠実なる犬、スケルトンというね、透明になってて中のこう骨格だとか内臓だとかがきちんと作られているんですよね。あとはバッテリーで動くおもちゃ、まあ、この辺はもう全部メイドインジャパンです。うちが飼っている犬ですね、まずまあ現在いるロビー君ですね、そこにいるのが。そしてクリスマスでもう大人気者だったゴールデンレトリバーの TJ です。 TJ、 そしてこちらに来ると2代目のオリバー、初代ロビー真ん中ですね。そして TJ、 だから大型犬が3頭いた時期がありました。そして下はですね、ブルドッグのコマちゃん、これガレージでいつもいたんですけどね、すっごい可愛かったです。その隣は、まあ、現在のロビー君ですね、2代目ロビーですね。9月の26日まで展示をしています。ドッグさんのキャッツですね、ぜひ見に来てください。